これはタコ足配線のコードでしょうか、それともひっからまった有線イヤホンでしょうか。いいえ、鉄道の路線図です。東京都多摩地区の北部に位置する東村山市小平市にまたがった複雑回帰な鉄道過密地帯。中央の分岐や高層の宝石箱は言わずもがな、下の方は3本の路線が並走、左上の方では接続しそうでしていないもどかしい2つの路線が。こういう場所が郊外にあるというところにときめきますね。初めてこの光景を地図でご覧になった方はまず間違いなく困惑されることでしょう。今回はこのひっからまりそうな鉄道過密地帯がどのように形成されたのかを初見の方にも分かりやすくイラスト形式で解いてまいります。そういうわけですから、個別の路線にあまり深入りはしないかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。ひとまず黒一色で分かりにくいこちらの図を路線ごとに着色しています。ついでに乗り換え駅に四角印を置きましょう。多少は分かりやすくなったかもしれません。青い線が西武新宿線、西武新宿から本川越に至る路線です。途中の小平から分岐している水色の線は西武拝島線、多摩西部のターミナル駅拝島までを結びます。拝島線と新宿線は頻繁に直通運転を行っておりますので対応する色になっています。小平から拝島線に乗って次の駅、萩山駅では黄色の路線と連絡します。西武多摩湖線です。国分寺駅と多摩湖駅を結びます。多摩湖駅では赤色の線がちょびっと出ておりますが、これは西武山口線です。ただ今回取り上げる地域から少し外れますので、この動画では割愛します。山口線の詳細に関心のある方はこちらの動画をお勧めいたします。さて、中央の少し情報に目をやりますと、東村山では2つの路線が分岐しています。下向きに伸びる緑色の線は西武国分寺線、東村山と国分寺を結びます。横向きに伸びる黄緑色の線は西武西武園線、東村山から西武園駅までわずか1駅の短い路線です。両者はたまに直通運転を行いますので対応する色になっています。そして我関せずとばかりにガーッと伸びている橙色の線は JR の武蔵野線です。この地図の中では2箇所、厳密に言えば3箇所も交差するのですが、いずれも乗り換えはできません。ちなみにこの地図から少し上に外れたところでは JR の新秋津駅と西武池袋線の秋津駅で5分程度かかりますが、乗り換えができるようにはなっています。それでは鉄道ができる前の時代に戻りまして、その後の経過をたどってみましょう。まず一番最初にできたのは緑色の線、現在の西武国分寺線です。1894年明治27年に川越鉄道という会社が国分寺と川越を接続する目的で敷設した路線です。120年を優に超える長い歴史を持ちます。西武鉄道とは別の私鉄が建設した路線なんですね。川越鉄道は1920年大正9年に武蔵水田という会社に合併され、1922年大正11年に鉄道部門が切り離されて旧西武鉄道になります。旧西武鉄道は現在の西武鉄道とは成り立ちが異なるため、あえて旧とつけています。その次にできたのは青色の線、西武新宿線です。1927年昭和2年に旧西武鉄道が東村山から高田の馬場へ分岐する形で開業させました。最初は村山線と名乗っておりました。なお西武新宿線の成り立ちについてもう少し詳しく知りたい方はこちらの動画をご覧ください。3つ目にできたのは黄色の線、現在の西武多摩湖線です。こちらは1928年から1930年、昭和3年から昭和5年にかけて多摩湖鉄道という会社が国分寺から村山貯水池駅、現在の多摩湖駅まで敷設した路線です。1928年に途中の萩山駅まで、1930年に終点の村山貯水池までを開業させました。旧西武鉄道の路線、現在の西武国分寺線は立体交差で越えていきます。この交差部分には現在でも駅がなく乗り換えはできませんのでご注意ください。なお萩山駅まで開通しました1928年には当時別の会社であった旧西武鉄道と連絡するため、萩山駅から小平駅への分岐も敷設されました。
ただし直通するわけではなく、最初は元小平駅という別の駅を小平駅の隣に作っていました。時期を同じくしてできたのは現在の西武西武沿線です。1930年昭和5年に多摩湖の観光需要に応えるべく西武鉄道が敷設した路線となります。当初は西武村山線の延伸という体を取っておりました。先ほど述べた多摩湖鉄道の多摩湖線とはもともとライバル関係にあり、熾烈な争いを繰り広げていました。この辺りの競争の様子や西武沿線の元となった驚くべき一番最初の計画、現在に至るまでの過程などを解説した動画はこちらの動画となっております。先ほども紹介したものですが、詳しく知りたい方には改めてお勧めいたします。1940年昭和15年、多摩湖鉄道が武蔵野鉄道という会社に合併され、武蔵野鉄道の多摩湖線となります。1945年昭和20年、武蔵野鉄道が旧西武鉄道などを吸収合併し、西武農業鉄道となります。翌年に西武鉄道に改称します。これが現在の西武鉄道です。1949年昭和24年、元小平駅が小平駅に統合されます。1950年昭和25年、日立航空機の工場へ向かう専用線を西武鉄道が買い取り、小川駅から多摩川上水駅までの路線、西武上水線が開業しました。現在の西武拝島線のルーツとなります。1952年昭和27年、路線の区分けが変更され、本川越から西武新宿までの区間が西武新宿線となりました。取り残された東村山から国分寺までの区間は西武国分寺線、東村山から西武園までの区間は西武西武園線として分離されました。1958年昭和33年には、先ほど紹介した多摩湖線の萩山駅が移動し、分岐の形が変わります。この時これまで面倒だった西武新宿線から萩山伊勢への直通が可能になります。1962年昭和37年になると、萩山駅と小川駅の間に連絡線ができ、西武新宿線から多摩川上水方面への直通が可能になります。西武上水線は小平駅から分岐する路線として定め直されました。そしてついに1968年昭和43年、多摩川上水から先拝島まで延伸され、西武拝島線に改称、現在の形に落ち着くこととなります。鉄道密集地帯にある西武線の路線はとりあえずこれで現在の形になりました。最後に国鉄武蔵野線が開業します。貨物列車の都心部の迂回を主な目的とし、ついでに旅客営業もする、そういう路線として、1973年昭和48年に府中本町から新松戸の間に敷設されたのが始まりで、この鉄道密集地帯をぶち抜いたもの1973年です。しかしながらこの辺りはほぼ全て地下トンネルで貫いているので、西武線に乗っていても武蔵野線を実感することは難しく、その逆もまたしかりです。こうして現在の鉄道過密地帯が出来上がったわけです。今では武蔵野線を除いて全て西武鉄道の路線になっているこの地帯の鉄道路線ですが、もともとの成り立ちは別の鉄道会社だったんですね。そして中央付近で複雑性に拍車をかけている路線も運用の可能性を広げるために敷設されたもの、決して伊達や水橋でこう作ったわけではないのでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは多摩地区を中心とした鉄道地理解説、交通バラエティ、旅行動画などをお送りしております。高評価、低評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。